間もそんなないんで、このこれから、はいはい、なかなかいないですね。ないですね。26番。おーおーおー、さっき70アップつって写真見せてくれた。そうですね。ちょっと後で写真撮りましょう。じゃあこれで、はい、じゃあこのスペシャルのこのとんでもないボートに、これ東京湾の暴走してる人はこの人ですからね。このサイズで250ですか。250です。とんでもないスピード出る。ちょっと頭、ちょっとおかしいですね。じゃあこの松尾さんが、じゃあ引いてもらいましょう。16番。おお、マジか、すごいな。あ、いいんじゃない。これも面白いかもしれないぞ。逆に、はい、ぜひ。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、まあそうなんですね、はい、ありがとうございます。ちょっとギリギリですけど、キャスティングさん、こんな感じでいいですか。テンション高い。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ではお姉さんおめでとうございます。これ持って今から皆さんで集合写真撮りますんで、後ろからキャスティングサブさんが写真撮ってくれますんで、そんなに皆さんこちらの方に近づいていただいて、向こうのブースに顔を向けるような形でお願いします。これとこれも撮る、はい、これがあるでしょ。限定カラーの。タビッチトークショーでした。皆さん笑顔でお願いします。この場合はもうね、クワセのサイズになるので、ね、はい、まあ見た目もこうなんていうかリアルに寄ってないんで、はい、これだったらミノでも写ってこう写真映えもするし、そうですね、いいかなみたいな。もういっぱい作ってきてくださいよ。カラーは、はい、カラーで、はい、はい。これギア機7のやつで一巻き80センチぐらい負けてみました。それが90ちょいぐらい負けたら多分今のビッグシューターと同じぐらい巻き感になる。ちなみにこれが1メーターですよね。1メーター3です、うん、これにあのオプションパーツのキムケンさんのこういうやつって付けられるんですか。ダイワさんとも付けますか。あ、本当ですか。ダイワと一緒なんで。あ、そう、こんな長い、長いあれだったら多分手抜けないなと。これでも全然使いやすいんですけどね。これはうちらのも大体こんな形で。そうですね。6号100負けてさ、このコンパクトさでさ、ブレーキが旧型よりちょっと良くなってるんだから絶対買いだと思う。そう、ブレーキは相当いいです。結構シーバス今年は連れてるんですか、ドラコンは。まあ、今これから、今これからぐらい、から今連れてます、ね、今、はい、昼間とかも、昼間とかも行けてる。夜の方がやっぱ夜ドリフトさせてって感じ。ありがとうございます。こっちがいいですか。ここダメだ、やっちゃう。ビームスコラボいい色なんだよな、全部な。いいよね。はい、これを買いに来ようと思ったら限定カラーとかバラムのこの城とかいろんなの売ってるから、とりあえずどんどん買っていかないと。暴走行ってないですよね。暴走のブラックですか。いや、もう先週とかちゃんと行ってますけど、やばいな。はい、